絶対言ってないって言われます、本当に。そして28日のステージを盛り上げたのは8人組ボーカルグループのトリリーモ。このステージ本番前、ソリリーモの控え室へ。失礼します。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディアタケちゃん。ハッピーバースデートゥーユー。向井山さんの似顔絵入りケーキ、とっても喜んでもらえました。ちょうど去年の夏祭りで僕がインタビューさせてもらってから1年ですよね。そうですね。この1年もすごい、もうさらに躍進がすごかったというか、ワニワニでも密かに。そうなんですよ。ご紹介いただいてて、それはファンの方が教えてくださってて、あ、そのファンの方たちもカラーズっていうんですけども、はい、すごくね、なんていうの、ワニワニのことも愛してくれてる。そうなんですよ。そうなんですよ。完全にソリリーモ効果です。そうなんですね。ありがとうございます。8月14日にニューシングル、Forever Young がリリースされましたけども、改めてどういった曲なんですか？そうですね、Forever Young って青春って意味もありまして、なんか、日頃なんか皆さんが疲れてたり、なんかそういう時になんかこう元気づけられる曲だと思いますし、なんかすごく爽やかな PV でしたけど、なんかもうあれ自然な感じのソリリーモさんですか？あれも自然ですね。もう僕らのありのままをそのままミュージックビデオにしてくれたって感じで。そうなんですね。僕が好きなのが冒頭の方の佐々木さんが車のハンドルをハンドマイクみたいにこうやって楽しむのがすごく好きで、やってますね。免許持ってないですから。免許持ってないで話せるんですか？免許持ってないで車を運転するっていうイメージを表現すると、あーしかないです。後ろから後ろに再現してくれてる。ちゃんと乗って、ちゃんと乗って。俺や、俺ここだ。俺ここだ。5、6、7、駅前でみんな羽織ってハイウェイキャンプサイト目指して